中山香織です。この動画ではオパールカップの予想をお届けいたします。まず本命に選んだのが2番のルーラーオブダートです。門別、船橋、大井と強豪相手に前線しており、今回が初の盛岡遠征となりますが、距離適正も問題がないので今回は馬券圏内に残れて判断して本命に選びました。続いて対抗に選んだのが7番のストロングブラックです。難関競馬から盛岡移籍後は3連続3着と好走を続けており、ここ2戦はメンバーも強く苦戦となりましたが、今回の相手なら再び巻き返しに期待して対抗評価に選びました。今回は3連複2等軸流しで2番のルーラーオブダートと7番のストロングブラックから1番ラブショック、4番ベルベストランナー、8番マイメデナルブル、9番パラダイスリズム、当番コンバットスプーン、以上の5頭を追加した3連複5点で勝負したいと思います。マイベネラブル言えてなかったですね。